おはよう、お兄ちゃん。朝だよ。起きて。ん？どうしたの？寝足りないの？私、頑張ってお兄ちゃんのために、美味しい朝食を用意したんだよ。一緒に食べよう。え？耳かきしてあげたら起きるの？まあ。よし、わかった。私頑張って耳かきするから、お兄ちゃんも頑張って起きてね。じゃあさ、その、おいで、こっちに。私のお膝に頭乗せて。はいはい。いい子、いい子。うん。やっぱりお兄ちゃんの頭、ずっしりくるね。まずは右耳からお掃除していこうね。ちょっとこっちにぐるっとして、右耳を上にしてくれる？どれどれ？右耳は、あらら。やっぱり耳垢溜まってるね。きれいきれいしよう。それじゃあお兄ちゃん、リラックスしててね。耳かき始めるよ。そーっと入っていくからね。耳の聞こえ、良くなってきた？気持ちいいかな？ありがとう。具合は、このぐらいいいかな？痛くない？続けていくね。
どん出てくるね。もっと奥までお掃除してみよう。お耳を隅々まですっきりさせようね。私、この調子で頑張るよ。もっと取っていこうね。お兄ちゃん気持ちよさそうな仕草してる。右耳はあと少しで終わりだよ。こそばゆいの？うん、わかった。もうちょっとだけ我慢してね。続けていくね。よし、これでバッチリだね。そう？そんなに良かった？今日はお兄ちゃんに褒められっぱなしだな。こっちは綺麗になったから、次は反対側をお掃除しようね。
逆方向にゴロンとしてね。よし、こっち側も頑張るよ。取れてるね。どんどんすっきりしていこう。あらあら、お膝にスリスリしちゃって。お兄ちゃん甘えん坊さんなんだから。たっぷりくつろいでね。ちょっとの辛抱だから我慢してね。もう少しだけ続けるね。リラックスしてて。
これで両耳とも綺麗になったね。うん。すっごいいっぱい取れたよ。嬉しそうで何より。また今度、耳かきしてあげるね。さてと、お兄ちゃん、約束通り一緒に朝ごはん食べようね。私先に一階に降りてるから、パジャマ着替えたらすぐ来てね。お兄ちゃん、今日はお疲れ様。いろいろお料理の準備手伝ってくれてありがとうね。お兄ちゃんのおかげでスムーズに作れたよ。晩ご飯も美味しく作れてよかった。お兄ちゃん、いつも私のこと支えてくれてありがとう。私、とても感謝してるよ。そんなお兄ちゃんに、私からのお礼として、何かしてあげたいな。何してほしいかな。ん？何何？耳かき。お耳掃除をしてほしいんだね。お兄ちゃん耳かき大好きだもんね。いいよ。私が心を込めて耳かきしてあげる。じゃあ、お兄ちゃん、こっちにおいで。ほら、私ここに座ってるから、私のお膝の上にお兄ちゃんの頭を置いて。リラックスしてていいからね。まずは右耳をお掃除しよう。右耳を上にして。そう。ゴローンとしてあっちの方を向いてね。右耳はどのくらい汚れているのかな？どれどれ？結構汚れてるね。きれいにしていこうね。耳かき棒を入れていくよ。そーっと、そーっと入ってく。じっとしててね。気持ちいいかな。嬉しいな。お兄ちゃんのためならいくらでも頑張れちゃうよ。光の耳かきをたっぷり堪能してね。そうだ。あのね、お兄ちゃん。今度さ、春頃になったら、友達とピクニックに行こうと思ってるんだけど、よかったら、一緒に行かない？
だらけだけど、多分大丈夫だよ。一緒に美味しいお弁当を食べようね。続けるね。そうだ、お兄ちゃん、お弁当に入れるおかずは何がいいかな。ん？コロッケを入れてほしいの？クリームコロッケがいいんだ。お兄ちゃん、クリーム系好きだもんね。切りのコロッケを作ってあげるからね。お兄ちゃんのお耳垢、たっぷり取れてきてるよ。お耳もすっきりしてきてるでしょ。右耳はあともう少しだよ。ひかり、頑張るね。右耳は終わりだよ。次は反対側もきれいにしていこうね。お兄ちゃん、私の方を向いてくれる？そうそう、私のお腹にくっついててね。お兄ちゃんの息がお腹に当たってちょっとくすぐったい。リラックスして落ち着いて呼吸しててね。ゆっくりゆっくり入っていくね。お兄ちゃん、なんか幸せそう。お顔がとろけそうになってる。私もお兄ちゃんにくつろいでもらえて幸せだよ。たっぷり癒してあげるからね。
ちゃんは最近何かハマってることってある？そうそう、趣味とかそういうので。へえ、意外だな。オリジナルのおつまみを作るのにハマってるんだ。どういうものを作ったりするの？なるほど。ウインナーとかお魚を使った簡単な料理か。もしかしたら私も作れるかもしれないから、何かリクエストあったら遠慮なく言ってね。お兄ちゃんが美味しくお酒を楽しめるように、私なりにいろいろレシピ勉強して作ってあげるね。お兄ちゃん嬉しそう。お耳掃除続けていこうね。そういえばさ、お兄ちゃんは最近何時ぐらいに寝るの？へえ、結構早いんだね。じゃあもうすぐ寝るのかな？そっか。相談なんだけどね。今日は私、お兄ちゃんとおねんねしてもいいかな？いいの？やったー！ありがとう、お兄ちゃん。大好きだよ。少しで左耳の装置も終わるから、そしたら一緒に寝ようね。終わるのが寂しいの？お兄ちゃんったら。それじゃあラストスパート頑張るね。お疲れ様でした。私の耳かきどうだったかな？すごく気持ちよかった？ありがとう。光、お兄ちゃんに褒められてとっても嬉しい。
また耳かきしたくなったら、いつでも私に言ってね。お兄ちゃん、もうそろそろ寝ようか。私、先にベッドに入ってるね。うん。お兄ちゃんのベッド、あったかい。これならぐっすり眠れそうだね。一緒に、おねんねしてもいい？ほら、お兄ちゃんもおいでよ。いいよ。電気消して。うん。おててつなごう。なんか恋人みたい。久しぶりにお兄ちゃんとこうしていられるね。二人きりで静かな時間を過ごすのって、なんだか贅沢だし、幸せ。お兄ちゃん、照れてる？かわいいな。光ね。お兄ちゃんを小さい頃からずっと見てきたけど、なんか、いつも私のこと気遣ってくれたり、守ってくれたり、すごく頼りになるし、感謝してるよ。いつもありがとう。お兄ちゃんは私と一緒にいると、どんな感じ？ごめんね、変な質問で。一緒にいると、癒される？あ、そっか。それはよかった。私はそばにいてあげることぐらいしかできないけど。それでもよければ、お兄ちゃんのこと、これからもたっぷり癒してあげるね。ということで、お兄ちゃん、今日も一日お疲れ様。ぐっすり眠ってリフレッシュしてね。なんだか私も眠くなってきちゃった。うん。お兄ちゃん。私、もう眠たいかも。うん。おやすみなさい。お兄ちゃんも。ぐっすり眠ってね。大好きだよ、お兄ちゃん。
Mm-hmm.